じゃあナイトチューブの時間やぞ。はよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。始まった。はい、青年ジャンプ、今日はなんと見ての通り俺だけ。乾杯。もう本当に今日はやりたい方ですよ。はい、さっきまで行く行く言ってたけど、あの二人がもう来ないし、もう始まっちゃったし、もうそう、俺の番組俺乗っ取った。だって俺実家金持ちだからさ、この番組乗っ取るぐらい余裕だからさ。だってね、やりやすいんだよね、本当一人の方が。そう、わさび屋さん楽天でやってるから買ってな。大丈夫だよ、もう話したいこといっぱいあるわ。よし、話そう。じゃあそうっすね、もう2分経ったから、最近あったお店であった良かったことといいこと言っちゃいますよ。とりあえずはせっちゃんの直してほしいところは、そうですね、まあとりあえず、まあ、太ってるんで痩せたらかっこいいと思ってるんで、そういうなんかわけわかんないところ直してほしいな。うん、ルカはそうっすね、彼はおもろいんだけど、酔っ払うと結構なんか積極臭いね。なんかもうそれ直してほしいな。で今日はもう最後まで俺でやるんで。来ないよ、ちゃんと来るよって書いてあるけど来ない。あいつらは来ない。俺一人、犬だけなら帰ろうかな。じゃあ帰れよ。帰っていいよ別にさ、上からだよ。教わったねん、木の先輩からさ、下手に出んな、上から行けって。下手に出んな、シャンパンおる時だけって言われたねん。だからもう上から行くよ。おい、何やってんねん君。いや、ちょっとあえて一人にしたらどういうトークするかなと思ってね、ちょっとわざと遅れたんだよね。そういうのいらねえな、ガチでお前さ。でしかも俺携帯ちょっと見てたしね、様子を。よくないよね。いや、おもろいな。一応さ、君、うん、ホスト歴はさ、うん、上だけどさ、僕よりも年上なんだよね、うん、こっちはさ、うん、ね。じゃあテキーラ飲んで。テキーラ飲んでってさ、何でもいい。じゃあ俺ね、決めたんだよ、言うのに1日3杯テキーラ飲まさなきゃいけないなって俺思った。どういうことやねん。お母さん来て安心するじゃねえよ別に。俺だってできるしさ。お前も安心したんやけ。顔が安心した顔でしたじゃん、お前。とりあえずルカさん、このいや俺いいよそれ。ちょっと待って、なんかないので、あ、まあいいや。それ何これ、何飲んでんの。薄みのフスね。あ、これ飲もう、うん、さっきルカさんの悪口言ってたよって書いてあるんですけど、これ悪口言ってない。おい、お前言ってたのか。悪口一切言ってないっすよ。なんかもう二人いなかったんで、いいとこ悪いところ言ってこうかなって言って。まあ、二人のってこと。そう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 、うん、どんだけ二人が重要。おい、何やってんねん、せつな。おい、見ろよ、このコメントさ。せっちゃん、こっちやで。ちょっと面白かったでしょ。ね、ちょっとね。いや、あのね、顔やばかったね、結構。ドッキリ、ちょっと。まあ、別に一人でもやれるしさ。いや、無理だろ。いや、全然余裕っすよ、ほんと。だってほら、なんか安心したとか、良かったとかじゃん。あ、俺、ルカさん酔ってたらって言ってた。悪口なんだよって思うんだよ。いや、説教臭くなるって言っただけですよ。なことないじゃん。説教臭いというか、はい、まあ言わなきゃいけないなってことは言わなきゃいけないから言っただけで、そんな言わなくない。俺あと壁になんか説教したりするじゃないですか。しねえよ。だからお酒、お酒飲みましょう。いや、飲まないよ。なんでなんで、もう二日酔いだから。もう無理無理無理。何二日酔いだからって、毎日二日酔いだろ。ホストはそんな関係ねえじゃん。そうやで、
先にビビってじゃないよ。乾杯。乾杯。よっしゃ、ようやく乾杯。何飲んでるの？お久しぶりです。あ、そうだ、せっちゃん久しぶりやん。せっちゃん毎日二日酔い。うん。俺も結構ね、なんだろ、二日酔いっていうか、でも営業前には治るよね、大体。最近マジで頭回転しなくて。うん。なんで？どんな？わかんない、もう。脳みそも太ってきたってことですか？違う、あのね。僕あのダイエット企画を前にやってて、うん、一回終わったんだけど、はい、それより痩せてんの今俺実は。おその多分 67.2 って終わってんだけど、はい、今はもう66キロ台に入ったのよ。1ヶ月で多分4キロぐらい落ちちゃったかな初めて、うん、すごいな。でも確かに顔シュッてなってるもんね。まあ今糖質ダイエットってやってるけど炭水化物マジ取んないから頭回んないんだよね、ほんとに。それダメじゃないですか。それやばいですね。やばいよね。健康的に良くない、なんか、ダイエットになっちゃってる。でも俺は元気だよ。うん。いいや元気は元気だから。はい。ユノは帰ら、ね、ユノ帰らないのです。ユノは一人で任せようと思って、最初の5分、10分ぐらい、俺とルカで、ね、ちょっとね、まあ。いや、もう本当に、余裕なんすよ。ほんとにさ。なんか面白いじゃん、そういうのもなんかさ。おもろくないよね。で、その、今この上にか、ユノのお悩み相談室開始ってなってるよ。はいはい、全然悩み聞くよ。悩み相談、あ、なんかね、でも、ユノテキーラって書いてあるから、とりあえずテキーラ持ってきたっすね。まあまあ、視聴者が言うんだったら。アイスは入れて遅いよ、反応が。いや、アイスキンキンだから、これ。冷やしてもらってるから、ちゃんとスタッフさんに。ほら、ユノグイグイだって。ユノグイグイ。まあ別にね、お前らが求めてんだったね。おー、かっこいい。残ってる、残ってる、残ってる。ちょ、見て見て、残ってるよ。これ、どうしたのこれは。残ってるよ。あーユノ、私物じゃないよ。ユノが買ってきたのこれ。多分そうだと思う。俺なら手振ってわ、お前。はい。お前はいつもね、早いんだよ。はぁ。ルカ手を振ってって前からあるコメントで。そう、嬉しいですね。何なんすかアイドル気取りってことは。違う違う、気取ってねえだろ。この顔でアイドルやべえって。お前さ、もしかしてお前手を振ってとかそういうコメントお前誰かにお願いしてるだろ。してねえって。いや、ルカはそういうこと平気ですよ。やんねえよ、マジうざいわ。お前今日は俺悪いけど、ユノの味方につくわ。おなんで、うん、もうやってみろ、やってみろ。ルカさんは、ほら、お願いしてそうって書いてあるんすもん。ね、いやそれはこんな言われたらそんな。またお兄ちゃんに言ったんすかコメントを書いて。なんで兄貴がこの時間にも仕事してるわ。でもアピール、アピールはでも一番すんのはやっぱ言うのだよね。まあまあまあ、うん、アピール方は分からないですね。アピールっていうか、僕アピールしなくても、うん、やっぱ向こうが僕を欲するんで、この画面の向こうが。ユノテーブルってなくねだって。グイグイは欲されてるけどさ。でも、あ、ユノは俺の悪口言ってたって。ああ、そう言った。なんて言ったの。でも普通になんか痩せたらかっこいいくなるみたいな、そういうなんか概念がきついなって。いやいやいや、痩せたらかっこいいってないやねんって、マジで。いや今かっこよくないの。痩せたらとかじゃなくて、あとだって、あーお前ちゃうっつってね。早いんだよ、お前は。本当に反応が。結構太ってんのに、ね、反応早いっすね。俺今手を触れたかどうかも分かんなかったよ、今。あなんだその反応の速さ。じゃあ、ユノの、その、悩み相談室開始だから。はい、開始。じゃあ、一番最初に流れた悩みで、はい、だよ。はい、何でもいいよ。最初に流れたやつで、まあね、答えられるやつだと、うん。そうそうそう。売りかけどうこうとか、そういうのはやめてな。どうしたらいいですかとかね。そういうのはやめてな。うん。いやいや、そういうのは、ダメなの。うん、ダメっすね、ちょっと。お金の話はしたくない。基本的にね、ユノは今後好きになりますかと。ユノは生理的に無理ですが、今後好きになりますか。え、でも、本当に生理的に無理はきつい。生理的に無理って何。いや、そういうことだ。ユノはだからもう無理。いや、マジで理由なく思うのが、あってもないのに、あ、可愛いよ。あの、あってもないのに生理的無理って何。俺別にこれ、プライベートこれじゃねえからな。プライベートもすっぴんみたいなさ。すっぴんはどう、いいですよ。で、マジで早いの。早いの。本当、はい。別に こういうコメント書くやつは俺に会いに来いよ。だとりあえずだからどうしたらいいのっていう、そう悩み相談になってないじゃん。そうだね。だからまあ生理的に無理だったら好きになれますか。なれるか、なれないか。なりたいだから、なりたいってことでしょ。そうなろうとしてる。生理的に無理だけど、なろうとしてるけど生理的に無理だからどうしたらいいか悩みやん。だからどうすると、好きになりたいんだって。お前のことどうしよう。いいところを探していけばいいんじゃない。じゃあユノのいいところ真面目かお前は。自分のあのうちのミーティングみたいにさ真面目かお前。目の前の人のいいところなんか5分間言い続けるのっていうのあったら、そんなことしてんのお前ら。あ、やってたんすね。気持ち悪い。気持ち悪いって、それなり、あれか、チームのやつね。はい、やってたんすよ。だから別に拾えば、俺いいところいっぱいあるしさ。じゃあ、ユノのいいところ。いや、この人がですね。
で、他にないのはなんか、うぜえ、お前。他にさ、もう時間ねえからさ、早く行って。見た目ってことは見た目ダメってことだからね。見た目じゃないでしょ。見た目だってめっちゃ可愛いし。見た目もそうだし。めっちゃ可愛いし。で、ユノのいいところ5分間は誰か話してたの？話してた、話してた。誰？僕のいいところですか？自分で言ってた。あ、ルルス。ルル、うちの内勤のルルが。内勤やん。呼び捨てすな、お前は。まあ、年上だし、いいでしょ。ユノのいいところ5分ね。でも5分で足んないと思うんですよね。ルルさんだって拷問かと思ってたもん。ルルさんはその後2、3歳老けてたからね。5分間の後。そのバッピョコの名前で悩んだんだなと。そうそうそう。すごい老け顔になってたから。びっくりした。まあまあまあな。ユノ今日元気ないよ。そうだよ。今日めっちゃ元気あるっすけど、ユノに告白されたら OK するよって。なんで上から見せんやねん。お前が告白してこいよ。おー、言うね。俺ホストだし。告白される方だし。ユノ、グイ、グイしよう。オッケーオッケーオッケー。いやいや、もう、本当にテキーラの回し物ですか？そうだよ。いいじゃん。だって、本当に。って、お前がテキーラ飲めるのは、このまま月曜日だけだよ。そうだよ。で、望んでんねん、やっぱみんな。だって、その日しか飲まないじゃん。そう。いや、いいじゃん。なんか、俺昨日だけで俺10杯くらい飲んでる。俺もね、そのアピールいらないわ。それさ、俺中学の頃悪かったからみたいに言ってるアピールしてるやつ一緒っすよ、俺飲んでるアピール。違くね、別に。何やねん、ほんとに。それは飲んでから言って、言いたいことは。そう。言いたいことは飲んでから言ってって、その頃営業中はしないよね、あなたはさ。まあ飲むよ。確かにあんま言わねえだろうね。言いたいことは飲んでから言って。いや、あんま言わないね。言わないね、なんかね。テキラボーイやれば、どっかのホストクラブがイベントでやってたよ、テキラボーイ。テキラボーイ昔流行ったもんね。はい。うん。君テキラボーイできるんちゃうかな。テキラボーイ、テキラボーイ、あーごめん、テキラボールって聞こえたわ。テキラボールは絶対にダメ。あれは食べやすいから、食べやすいし、うん、バーバーいけるから。もうバー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 口になるけどね。あとユーパーやから。でもユノはそうだね、成長してるってことだね。でもね、ユノってこの番組だし、うん、話上手くなったねって。でもあるんじゃない。まあ話上手くなったねっていうか、まず最初に話上手いし。え、でも昨日紹介にタジタジしてたやん。はい、お客さんちょっとなんかタジタジしてる。おいおいおい、俺隣席ついて、俺おいおいおい、しかもなんか俺に助け求めるような目で見てきたけど、仕方してやったわ。ちょっとでも幅広くできてきたんじゃないの。なんか自分のほら分かってたキャラとかさ、まあ元々こんなんだけど、キャラは別にまあ前王子様キャラだけど、これはなんか違うから。王子様キャラ、全然王子様キャラじゃなかった。いや、僕王子様キャラっすね。じゃあ昨日だって、昨日、君が抜けた後に、君がなんか、適当な接客してたから、それに合わせてやってただけで、君が抜けた後に、お前の適当な接客が何？合わせる接客が何？ 20 秒間黙ることなの？で、俺の方チラチラ見ることなの？そうやって。まず、本当に言いたいのが、何？ホストクラブって黙っちゃダメなの？別にいいじゃんと思ったって。これなんか、ちょっとね、話してたのが、いいじゃん別に。会話がないっていうのも、あえて会話がなく入れるのもすごいよねっていうふうにちょっと話したんだけど、それが最高の接客だよねって言ったの。いや、もちろんもちろん。なんか、どころやってるっすよ。じゃあ、なんでその場合は、違うのよ。なんか、相手が気使っちゃうじゃん。うん。なんかよく言うじゃん、なんかさ、関係性、なんか何も喋んなくてもいい関係ってあるじゃん。はい。あるし、なんか沈黙でも別になんかそういう空気もいるだけでってことね。そうそう、いるだけで OK っていうのが一番の理想だと思うのよ。うん。うん、でもユノの場合はそういうの黙ってしまうと、やっぱり相手もどうしていいかってお客さんも気遣っちゃうわけよ。まあ相手は僕の顔見てればいいんじゃないですか。おい、別にそんだけ。おい、ユノ黙るとなんかちょっとメンタルやられた時に黙るもんね。いや、メンタルは確かに最近豆腐メンタルでほんとメンヘラになりやすいけど。全然さ、その初回一緒に着いた時にチラチラ見るのだけやめて。その助け求める顔すんの。あるよね、たまにこれ。マジで思うよ。助け求めてるわけじゃなくて、チラチラ何だろう。違くて、僕ほんとに喋ってほしいんじゃなくて、ほんと、ブサイ黙ってもいい気分しないって誰に言ってんねん、お前。早いな、お前は。誰がブサイクだよ、顔見せろ、おい。でも黙ってもいい。すごいよ。履歴書持ってこいよ、ファンタジーにさ。どんな自信やねん、クソ。ブサイ黙ってもいい気分しない。そろそろ親に謝るよ、バーカ。いいね、テキーラが聞いてきたよ。もう一杯行こうか。飲んどいた方がいいね。何やねん、ほんとに。飲んだ方がおもろい言うのは、やっぱし。確かにな、だって言うの。マジ、マジ何様、ほんとに。意味わかんねんだけど。楽しいな。面白い。急にね、腕上げて。いや、いいね。いいね、こういうコメント持ってほしいわ。ちょっと向こうで欲しいわ。もう、どんどん言ってほしいぐらいね。足組んで、こう、手やってさ。すごいな。お店行ってみたい。お店行ったらいいよ、でも。俺に会いに来いよ。でも、言うの目当てで多分、来たって分かったら、多分こいつもこんな感じで行けないよね。どういう感じになるの、お前、目当て。いや、僕目当てに、こういう感じで来たら、いや、
彼女たちはこの番組だからこういうコメントを送ってるだけで、本当は僕のこと王子様だと思ってるんで、実際来たら多分見つめ合ってるだけですよ。で、僕はこんなキャラじゃなくて、ありがとうねって言って、そしたら全然キャラと違う、つまんないってなるよ。いや別にそんなのないですよ、本当に。そっか、まあ、別つまんないって何、別におもろいホストじゃねえし、色恋しかできねえから。よいしょ。その色恋にハマってみたい方はぜひ。確かに、まあ、ぜひなんですけど、ぜひぜひ。うん、お店お、実際見せたら面白くなさそう。ほらほらほら。実際ユノくんに会いに行こうだって。場内指名しなくてもユノはつくから。勝手につくよ。うん、勝手に来るから。だって暇だもん。何急に急に笑い出すな、お前。送りは、送りは別のやつで、っていうか、はぁ、そうだね、送りはそうだね。あのね、送り俺以外ね、よく言えるよ。俺目の前にして色がつくの断るのは可能でございます。あの、僕に言っていただければ、あの、すぐ手配しますよ、裏から手配して。なんだ、恥ずかしがってんの、つくの断るのって。恥ずかしいよ。なんで中学生かよ。断るの可能ですか、失礼しますって言ったら、いらないって言われたら、前初回に言われるっていうのもね。ああ。逆にいいんじゃない。うん、初回の方がいらないって言われても、別にもう本当に最終的に、うん、多分つかなくても、うん、送りもらっちゃうかもしれないんで。なるほど。逆に、まあ、たまにあるけどね、そういうこと。言うのってなんかさ、はい、俺思うんだけどさ、歩き方とかさ、いや、オーラあるでしょ。ダサいじゃん。超ダサい。オーラあるでしょ。ペンギンみたいに歩くじゃん。そう、ペンギンみたい。だから、どういうことやねん。あのね、ペンギンなのよ、歩き方が。ペンギンって全然わかんない。とりあえず、ペンギンの真似で CM やって。うん。うん。どうぞ。ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うなら、イオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。The largest program on night tube in history. Which is it? ボーパスト。計画に乗るか。不可能だろ。役所だろ。限りなしだよ。その通り。揃った。グイグイかユノグイグイかで決めよう。そうやね、コメントで決めよう。そしたら俺も飲むし。タップのやつ。あ、ユノグイグイ行商早い早い。お前人気だろ。そん時はユノグイだな。ユノグイすごいな。さっきまで俺が煽ってもね、飲んでくんなかったけどね、視聴者に煽られた。すぐ飲む。まあね、やっぱこんな焼きそばさんよりかは、やっぱ画面の向こうの可愛い子に方に飲ませてもらいたいんで。お前フランスパン見てたけどな。どういうことやねん。面積がカチカチか。顔の面積、お前フランスはなに細い。なんかその服だからかもしれない。ユノがなんかすごいガッツリガッツリ見えるわ。なんかガッツリどういうこと。すごいガタがよく見える。あ、ガタいいからね。ジム行ってるし。ジム綺麗だろお前。腹見して気持ち悪い。いや、お腹ちょっと昨日。いや、お前自分で見せてたじゃん。お前昨日消えそうってないんで。ユノでも知らねえ。あの、ユノなんすか、レスポンス早いっていいことだよね。そうですよ、本当に。はい、いやの唯一いいとこじゃない、あの反応が早いって。確かに誰かが言ってたっすからね、有名なホストがレスポンス早くしないと。それ誰言ってたやつ。はい、誰それは。ちょっとあのグループ違うんで言えないんですけど。あ、そうなんだ。はい、僕はアルコホソースなんでいろんな情報知ってるんで。あの、ホストの情報は一番持ってるから。そう、ほんとアルコホソース、もうホスト上がったら外販やろうかなってどこおすすめかって言うのね。だいたい分かってる、どんなキャストいるか分かってるから。すぐ行けるの。民族衣装ってバカじゃねえのお前。ヒョウ柄の民族いるかバーカ。考えろ。言うのはこれ
じゃあどれかどっちに肛門ついていくって。うん、小次郎。小次郎見せろ。小次郎見せろな。いい、レスポンス早いよ。すぐ小次郎。なんで俺と別にね、ルカっていうその二択はまずごめんけど、かわいそうだわ。なんやろな。まあそうっすよね、僕はかわいそうっすね。うん、いうの別についてくじゃないもんな。ついてくっていうか、自分で何か多分やろうとしてる人間だよね。はい。うん。だからついてきてって、逆に。逆にユノについてくでしょね。ついて、だってどっちも年下だし、なんで年下にペコペコしてさ、ついていかないといけないの。確かにね、うん、年上だもんな、この人。年上だし、うん、ユノの源氏名の由来は。ユノ。なんか夢を叶えるけど。でも、これ、まあまあ、ホストっぽいんで。なんかこう夢叶えるで言うので、うん、で読み方もあの絶対これ普通に読めないんで、普通じゃないホストで行きたいなって。はい。え、これさ、あのさ、おえってなんだよお前、二日酔いか。え、ユノってこの、え、お前パクったの？パクったね。パクってないっすよ。パクったのホストで、それもパクったの？いや、パクってないっすよ。パクって何？え、だから他にいたんでしょ。いや、いないっすよ。あ、いないの？お前がじゃあ初なの？これ初さ。俺結構見たことあるけど。え、どこで？なんか顔しなくても、なんかそう、まあいるでしょ。結構何人ぐらいの？ビジュアル系のあれじゃない。え、ユノって名前何人ぐらいいます？お前が知ってないの。まあ4人。4人なんだ。みんな俺のパクリってことは、その中で一番売れてないのが。ねえ、そのさ、自覚ありみたいな。やめろ、その売れてるとかさ、売れてないとかさ、分かってんの？ナンバーワンとかさ、だってな、お金の話とかさ。え、分かんない、だってそうでもしないで、ユーノの、ユーノどうやって楽しんでない？いや、別に売れたいとか思ってねえし、俺クレバと一緒だよ。あ、ごめん、じゃあ俺ごめんね。すげえ悪いけどさ、ユーノおもちゃなのよ。まあ、おもちゃってなんやねん。それ、せっちゃん、社長のおもちゃだから。大人のおもちゃね。大人のおもちゃって。まあまあ、心は子供やまだ。若干不良品だけど。どういうことやねん。いやでもね、わかるわ。ユノをいじるとちょっと。でもやっぱ俺気に食わないわ。いや気に食わない。クレバが言ってたんだよ、ユノ可愛いって最近言われるもんね。可愛いはちょっと許せない。許せないよ。え、待って、ユノ売れなさそうな顔やもんなって、なんやねんバーカ。お前占い師かよ、顔でわかんの？ねえ、お前プロなの？顔見たら、あ、この人このホスト売れてるとかわかんの？お前、おい、お前じゃあプロデューサーになるよ、バーカ。顔だけで売れる売れないだったらプロデューサーになるよ。だからうまく言えてないよね。プロデューサーになってた。プロデューサー。プロデューサーや。全然噛んでるよ。ちょっと酔っ払ってきた。ユロはちょっとね、ニコ生終わったら落ち込んでそうって言われてるけど。いや、落ち込んでないよ。ユロはね、落ち込まないんですよ。全然。落ち込まない、別に。だって落ち込む、なんで落ち込むの？落ち込むことないし。確かにな、誰に言われてもわかんないもんね。ね、もう意味わかんねえな、マジ一番腹立ったわ。何が？いや、この売れなさそうな顔。スイッチ入ってるやん、お前すごいな。売れなさそうな顔、キャラはどっちなんだろうね。どっちもどっちなのかな。どっちもでしょ。え、顔とキャラが多分合ってるんだろうね、本当にこのままなんだよ、多分イメージが。あー、だからギャップもなんか感じられないんじゃない？よすまい。やっぱ感じられないってどういうことですか？だから俺ギャップを感じられないんだから中身がいけそう。俺こういう感じじゃないし。そういう感じなんじゃないの？プライベートの時の俺見ろよ。全然ちゃうやん。あ、いいキャラしてるよ、当たり前だよ、ありがとうな、うん、ルカさんファンおるね、いないよ。お前すごいな、俺の方までとばっちり受けす。なんで俺がとばっちりじゃないんだ。やってくれたな、はい、ごめんなさい。いいね、いいね。ごめんなさい、軽いな。あ、でもいいね。3倍でそうなるからな、いつも3倍だね、最低。いや、3倍じゃないっすよ。何が？何、いつも少なく言う。でも大丈夫、この3倍しか飲んでないじゃん。このテキーラでさ、今月人間ドックあるでしょ。はいはい。人間ドック行ったらヤバいくなってたらどうする？はい。あ、そうか、みんな行くもんね。そう、ここはね、あのね、全員ね、人間ドック今月に行くのよ。そう、人間ドック怖いよね、俺も怖いわ。全然怖くない。てか、むしろだって、マジ怖い、俺どっちかって言ったら知らない方が怖い。自分知らなくていいんだもん。知らない方が怖いじゃん。俺もしそれで知ってしまったとしたら、俺もう本当にどうしようと思うよ。俺全然なんか楽しみじゃないけど。あ、ダイエットってそれもちょっとあるよね、やっぱりちょっと怖いのが。あ、もうメタボです。糖の取りすぎってのは怖いから、糖尿病とかになると足ね、色濃い。あ、でも糖尿病って別にあれですよ、糖分取りすぎたからなるわけじゃないですよ。でもやっぱり太ってる人がなりやすいって。まあまあまあ、そうっすけど、太ってる人じゃないとあんまなんないでしょ。いや、でも全然なるっすよ。本当に？そう、なんかちょっと違うらしいっすよ、いろいろ。りょうたさん、ある意味行かない方がいいかもしれないですよね。どういうこと？だってこの肌の色がもう完全に肝臓やられてる人の感じ。お前やめとけ、それ以上言うな。お前はほら、へこんできたじゃん。いや、本当に怖いけどね。
どうしようって、お酒やめてくださいとか言われたらもうやってけないよ。でも、うん、ほん、ほんとにもし、そしたら俺ほんとにプロデューサーになるわ、ほんとに。お酒飲めなくなったらプロデューサーになるわ。プロデューサーだったら飲まないんでしょ。いや、でも、めっちゃウケるよ。そう、怖いんだよ、ほんとに。りょうたさん、多分プロデューサーで、多分できるっすよね、普通に。ね。普通に、それはできると。今は何ができんの？あ、僕っすか、うん、僕は何だろう、サポーター？そう、犬元気だよね。あの膝とかにつけるやつ。それは違うっすね。膝サポーター。そう、他にじゃ買えないもんね、肝臓はね。そうだよ。せっちゃんもう不安になってる。不安になってる、怖いよ、今。ユノが余計なこと言うし。せっちゃんも一言ですごいビビりやすいっすよね。これ結構気にするからさ、そういうの、マジで。俺、本当にだから前も言ったかもしれないけど、本当に俺、病院行ったら体調悪くなるのよ。病院行ったら体調悪くなる。病院行ったらっていうか、病院行ったら。体調悪いから行くとこなのに、行ったら悪くなるの。じゃあ、病院テレビとかやってる時に見たら俺、やばくなるのよ。体調悪くなるの。やば。アホでしょ、それは。だから何でもそうだけど、そうドラマとかあるじゃん。なんか、病院のドラマとか。しかもドラマのやつ、別に風邪とかそのピックアップされないでしょ。手術とかそういうの、でっかい手術でしょ。そういうの見るとマジ怖くなる。ね、その、そのままに臓器が痛くなるとか。そうそうそう、もうなんか俺、やばいかもしれないです。想像力豊かすぎだな。やばくない？どういうこと？お盆になっちゃうってことだよね、俺はね。すごいね。でもスポンジですね。うん、ね、ユノはもう大体悪いもんね。僕はね、あ、まあ、ね、悪くなってくる。分かる人は分かるよね、うんうん。いい男って長生きしないからね、基本的に。うん。ユノは長生きしないもんね。長生きしないですね、多分、うん。はい。こんだけね、ルカにテキーラ毎日飲まされてたらもう俺のせいにすんなよ、そんな。たかがこんなんで数えられるような肝臓が悪いよ。たかがこんなんて何すか。たかがこんなんでやられる肝臓が悪い。人それぞれ違うんですよ。12人問いろって言葉知らないんすか。知ってるわんな、もう。肝臓も違うんすよ、うん、だから自分がこれ言ったらもういけるみたいな感じ。もう本当にやばいな。いや頑張って、それは。あ、1分前酒飲むのが仕事やから、そんなしょうがないじゃん。あ、ね、酒の飲むのが仕事かもしれないけど、ね、それ以前に、うん、女の子を楽しませるのは仕事だからな。そうだな、最後な。リップ前だよ。でもほんと、最後は最近あれじゃん。なんか歌を出して締めてたみたいなね、流れだったけど。あ、もうやんないですね。ユノが本当に本気で歌っても本当に下手だからやめたって。じゃ、下手じゃないですからね。ユノマジでちょっとさ、あれエンターテイメントっすからね。あの、マジでちょっと歌練習しよう。だから、ホストが歌うまいなんて当たり前じゃん。練習しよう。仕事だからさ。ルカにレッスン受けてさ、練習しよう。いや、俺こいつはだって嫌だ。いやいや、だって上手くなるんでしょ、誰でも。いや、俺めっちゃ上手くなるよね。ボイストレーナーやらされてかな、誘われたりしたっすけど。次まで、ね、言うの上手くなろう。きついだよ、ちょっと上手くなろう。それでは言うのね、最後10秒前から決めて、うん、うん、じゃあね、今日ちょっとね、おかしかったね、なんかね、うん、また次週よろしくお願いします。じゃあね、ありがとうございました。 LINE 送ってな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。